こんにちは。今日は断捨離トレーナー着物好きが集まっております。着物の断捨離、皆さん困ってませんか？着物のことを分かんなくって、着てはいないんだけれど断捨離捨てるのはもったいないし、なかなかどうしたらいいか決められない、そんなことでお困りではないでしょうか。私たち断捨離トレーナーも着物を断捨離してきた経験があります。今日は気兼ねなく着物のことについてみんなでお話ししてみたいと思います。今日はね、着物好き集まっております。断捨離トレーナーの北村美智子です。今日は久しぶりに着物でお出かけ、雨が残念だったんですけど嬉しいです。断捨離トレーナーエリザベートです。着物大好きなんです。とはいえ50の手狙い、これからも着物を楽しみたいと思っております。たくさんの着物を断捨離しました。皆さんにもちょっと教えてあげたいな。よろしくお願いします。断捨離トレーナーの柳井直子です。今日はお洋服で参加させていただいてます。着物といえば私は実家に置いとくものと思っていますでもなんか結局着る機会もないので、でも見てるとすごく気持ちが、ね、落ち着いて素敵だなと思ってます。よろしくお願いします。男性トレーナーの山田真理です。私も、着物はたくさん断捨離しました。そして今でもたくさん持っていて、で着物を着る機会も年に1回ぐらいはあるんですけれども、今日は、火曜日ということで自分で着れないので、うん、着せてくれる美容院のお休みで、うん、洋服で参加です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。断捨離トレーナーの辻恵子です。よろしくお願いいたします。私は着物が好きで、断捨離に入るきっかけもこの着物好きが高じての、言いにくいですがお部屋にしてしまったという経験があります。よろしくお願いします。じゃあみんなどうでしょう。着物、エリザベットは着物を着る、うん、お茶を習い始めて着物をやっぱり着るでしょ、うん、お茶会なんかで、うん、それで着物ってはいいなって分かって、うん、そしたら母の着物がねたくさんあって、うん、じゃあそれをと思ったら、うん、どれもちっちゃいのね、どれも着れなくて結局、うん、お直しすればいいんじゃないなんて教えてもらうんだけど、うん、実は調べてみるとお直しもなかなか大変、うん、そこまでこれ好きって言われると、うん、母の趣味でしょ、うん、そんなに好きじゃないしっていうので、どうしよう、すごくある、もうもらったけどこんなにどうしたらいいのってところで、でもね、私断捨離始めてたの、ね、でも、ね、高いでしょ、うん、まあね、一点物だったりするので、来てもらって、うん、着物のねやっぱり査定してもらう、うん、そうに来てもらって、安いんですよ。そうね、そうね、そうそう、楽しくなっちゃうね。でも、まあ、捨てるよりは使ってくれるといいなら、うん、そう、そうよね、うん、まあね、自分のちょっと始末ができなかった分はじゃあちょっとそちらにもお願いして、うん、もう一回どこかで一回っていうのも、ね、うん、嬉しいので、でもシミがついてたり、うん、値段のつかないものはもうこちらでありがとうございましたと言って、うん、もう振るんで、うん、すごくなりました。塩、うん、物って言うけど、やっぱりこう色柄だったりも好みもあるし、うん、やっぱりちょっと時代によって、やっぱり今この令和の時代に、うん、昔のものでその場に合うものもあるけれど、やっぱりちょっと古めかしくて、うん、着ていくとこ選んじゃうみたいなのあるもんね、うん、私一つ母からの着物で瓶型ですごい良かったんだけど、ちょっとシミがあったので、これ色かけるといいよって言われて、うん、わざわざ色をかけたのね、うん、できたんだけど、うん、じゃあ今日着てこようかなと思って着付けの教室で見てもらったら、うん、裏地のこの縁のところが赤い、これはたまたまこういう同色の色なんだけど、そこだけは赤だったのね。そうすると、うん、やっぱりちょっとレトロかなっていうのと、まあ若いのと、うん、これが同色だったら素敵でいいのにねって言われた時に、うん、この先この着物着るかなってちょっと向き合って、今向き合い始めてる。うん、きっとそういうのって、だけどそれはその裏地変えれば着れるけど、じゃあ裏地のお金をもう一回作り直して作る、うん、着るかっていうと迷うところだなって。やっぱりお直しに割と、ね、エネルギーとお金といろんなものをかけて着る回数とっていうのはものすごく大きいよね、うん、今ね、いろいろお着物もいろんなパターンがあるから、うん、同じお予算かけるんだったら、もしかすると新しいものが自分のもっと気に入ったものが見つかっちゃうかもしれないので、まりちゃんはどうですか、お母さんの着物がたくさんあったのか。私母のと、
と祖母のと最初にかなりたくさんお友達で着付けの先生をやってる人がいたので、うん、そこに、うん、結構100枚ぐらいはこう大きい段ボールで3つ、うん、大和で一番大きいっていう段ボールで3つ送ったので、うんうん、そこで使ってくれるっていうことが知らなかったんだけど、うん、その後に残ったものの中で、まず、まあ、サインとかもいろいろあったのでまず柄を見て自分が好きか嫌いか全部分けて、うん、量的回に回で全部、うん、好きか嫌いの柄で全部切り分けて、うん、いいのも悪いのも好きなものだけ残して、あとのものは、作ってもらう、うん、で好きなものだけもらった時にそれは自分で着ようと思ったのも、うん、呉服屋さん用で、うん、おばのなんだけど門も違ったし門も変えてもらって、うんでサイズも私のサイズに出だしをしてもらって、うん、で全部いつでも着れる状態に今はなってる、うん、あすごい、うん年に1回ぐらいしか着ないんだけどね、うん、でもまあねお三味線とかやってると、まあ、今後その間ね名前いただいたので、うん、今度から新年会に出たりとかそういうこともあるみたいなので、うんまあ、今よりは着る機会が増えるかなというふうに、うんうん着物好きだね。うん、そうですね。だからね、庭も用も。なおちゃんはご実家にあるの？もう昔っきり。私も若い頃、うん、子供の頃からお茶はよくやってたのね。うん、でお茶会とかやっぱり着る機会はとても多かったんです。うん、でも着物をいつも持って行って先生のところで着せてもらう。そんな感じで、で家に帰ったらわーって脱いで。うん任せっきり、うん、畳むこともできないし、うん、一体このなんていうのこれが何という名前なのか知らない感じ、うん、初めてそして自分でねこうやって家結婚して子供を持って、うん、成人式の支度をして初めてこんなに大変だったんだって逆にまた思っちゃった、うん、でこう、うん、こんなに着るのに必要なんだなって、うん、今までだから任せっきりだったらいくらでも着たいの。あ、それでいいんだったら、でも今もうそうもいかなくなっちゃって、うん、で実家って私大分なんだけど、うん、広いのね、うん、だから着物も結構あると思うよ、うん、本当にで私の分も私の姉の分もあるし、うん、で母親の分もあるし、うん、たくさんただちっとも邪魔じゃないのよねそこにある分は、うんうん、でもねそろそろ考えないとダメかなと思って、うん、でこうやってねお話があった時に着たいなと思うけど着るんだったら、まあ、電話一つでお母さん送ってっていう感じで、うん、着て着せてもらったらでもそのまま送り返してよろしくって言っちゃう、うん、まだそんな自立 着物の自立ができない、うん、着るのにも、まあ、手間もかかるし、うん、その着た後も、まあ、お片付けっていうね、うん、手間もしまうのに手間かかるしね、うん、なかなかハードルがやっぱ高い、うんうん、そうか昔はねお母さんとかおばあちゃんも、ね、そうそうそう家にいればね、うん、もし母親がいなくてもおばあちゃんが着せてくれたり、うんね、近所にはいろんな人がいるし、うん、みんな着せてくれたりも、うんうん、逆にでもそうすると着るのにそれだけのエネルギーをかけて、うん、着たいかそこまでして着たいかっていうところになるよね、うんうんうん、着たい私たちは多分着たい派だったんだよね、うん、多分それでその中でも着てみたらエネルギーかけてでも着たいって思ったんで、うんうん、多分今日着物参加の3人は、うんまあ、着付け教室に飾って自分で着れるようになりたいっていうエネルギーをかけたタイプ、うんうんうん、そうかエネルギーねその中で思うのはね、着物着るっていうと母親に迷惑かけるなってなんか普通思うんだけど、母親はね嬉しいわけよ。だってせっかく買ってくれてるわけじゃないね、着てくれるっていうの嬉しいから、それでもいいから着なさいと言ってくれるのね。でもなんか自分の中でやっぱり思いだよね。なんか迷惑自分が着物着るといろんな人に迷惑がかかるみたいで思ってるから、なんか今それに気づいた。そういうことか。私迷惑かけると思ってるなと思って。そんなことないのもね。そうだよ、お母さん嬉しいんだもんね。そう、そうなのよね。せっかくあるのにっていう。すごく、ああ、なんかすごい気づいたね。ちょっとね、今思っちゃった。ああ、でも私も娘が着たいと、うん、あ、じゃあ着せるよって感じがするよね。そうだね、私も娘がおへそ、ね、成人式か何回か着てるけど、嬉しいもん。大変だけど。うん、そうね、で、着物ってやっぱ着せる方もなんか魅力あるんだね。うんうん、そうだよね。
私習ってるけど自分の息子には活かせないなっていつも思ってる。男の子、男の子だ。あの着せる方も習うんだけど、うん、私はこれいつ実践するんだろうっていつも思う。うん、あでもうちの娘にとっては多分すごい羨ましいお母さんだと思うね。そうだよね。私にはできないからね。そうね。お嫁行き先に期待するかな。あると結構 かさばるでしょ着物って、うん、収納的にはどうだった？DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。